りいただきました。ただいま小島プロダクション制作のデスストランディングティザートレーラーをご覧いただきました。皆さん、小島秀夫監督、そして新川洋二アートディレクター、小島プロダクションが2年ぶりに東京ゲームショウに帰ってきました。すごい。ただいま、ただいま。監督お帰りなさい。ありがとうございます。すごい歓声ですが、まずはこんなに大勢お集まりいただき、質問に移りたいと思います。おっと、続編という先ほどのご質問の後にちょっとすごい質問が来ましたけれども、メタルギアサバイブって監督のアイデアだという噂をネットで見ましたが、そうなんですかというご質問です。お答えいただけますか？全然関係ないですよ。全く知りません。監督、ニコ生が弾幕がすごいことになってます。いや、だって関係ないじゃないですか。だって僕、どうしようかな。ですね、僕の中ではですよ、これ僕の中ですよ、メタルっていうのは、ポリティカルフィクションでありエスピオナージものなんでね、ゾンビなんか出るわけないじゃないですか。そうですよね。はい。これは僕の中ですよ。はい、はい、なるほど、わかりました。ではネットで話題になっていたメタルギアサバイブは小島監督が仕掛けた最後の事案というのは嘘だったんですね。いや、それ違うと思います、はい、僕も、かかってないですし、僕だったら二足歩行メーカーちゃんと出します。二足歩行、ね、いやでも二足歩行出てないファミコン版とかどうなの？それ監督かかってない、ね、あれ俺かかってないですよね。二足歩行が出てないのは僕関係ない。はい、そうです。しんちゃんも関係ない。関係ないですね。